11年ぶりにねぶた名人の誕生です。ねぶた師の武田美博さんが第7代ねぶた名人に選ばれました。おめでとうございます。いやいや、すみません。背筋がスッと伸びて、なんか、体に、力がいつもと違う力が入りましたね。優れた技術と実績を持つねぶた師を検証するねぶた名人。選ばれるには7回以上の最優秀制作者賞受賞や後継者の育成といった要件を満たす必要があります。青森ねぶた祭り保存会は今日青森市内で会合を開き、審議した結果、武田美博さんを第7代ねぶた名人に選びました。名人位の決定は11年ぶりです。一つの祭りのだけの問題じゃなくて、そういうその学術的な面とか、そういう面もですね、名人の人たちはいろいろ活躍してるんですよ。そういう意味でですね、武田さんもたくさんそういうことやっておられますし。決定の報告に武波さんは、名人という方々自体が、まあ、子どもの頃からの憧れの存在というか、ですから絶対手の届かないところにいらっしゃる方々なんだという、今度は自分の名前が残るという、これは本当に恐縮なことですし、いいのかなというな感じですよね。武波さんは津軽市出身の63歳。1989年に大型ねぶたの制作でデビューし、7回のねぶた大賞や現役では最多、8回の最優秀制作者賞を受賞しています。また、東京やアメリカなど国内外で派遣ねぶたを制作。2010年に設立した自身のねぶた研究所では後進の育成にも力を入れ、2014年には手塚茂樹さん、今年は野村隆さんと弟子2人をデビューへ導きました。武波さんの師匠、第5代ねぶた名人の千葉作龍さんも誇らしく感じています。長い間、見てきましたけど、まあ、いずれは名人になるだろうと、光栄ですね。私としてはねぶた文化の担い手として、これからも高みを目指してほしいなと。武波さんは紙と明かりの造形としてのねぶたの可能性を追求し続けています。何歳ぐらいまで現役で作りたいなという気持ちが今ありますか？そうですね、できれば90歳ぐらいまではやりたいんですけども、ねぶたが好きなもんですからね、それを長く続けたいなと思います。名人位は青森ねぶた祭りの開会式が行われる8月1日の顕彰をもって認定されます。武波さん、改めておめでとうございます。最初に花束を贈呈していたと思うんですけれども、はい、それはですね、青森公立大学のねぶたの研究をされている佐々木輝教授とそのゼミの学生たちがサプライズで贈呈されたそうなんですよね。普段から武波さんは公立大学でも講師をされて、教えられていますから、うん、そういったね、教え子たちからも祝福されて喜びもひとしおだったのではないかなと思います。はい、先ほど調べましたら、2014年から16年は3年連続で最優秀制作者賞を取っていたりとか、で、まあ、近年は必ず名前が上がる方ですので、本当にまさに一時代を築いているという中での受賞ということで、今年もどんなねぶたが完成するか楽しみです。楽しみです。はい。